手線で進んできたので、うんうん、まず先人から教えられた型通りやるという、ね、うん、有名になったと思っていることが勘違い、有名になったと思っていることが勘違い、油分がないのがうどんです、油が入っているのがラーメンです、油があると癖づけなんです。だからうどんにここの担々麺の文字が違うこと気づいてますか？そんなもんや、あなたの担々麺の愛は。それが売れない理由です、申し訳ないけど、うん、マジで一旦閉店した方がいいレベルやと思う。オープン祝いとかね、皆さんずっと飾ってるじゃないですか、もうあれ絶対ダメ、1週間後には全部届けてくれって言うんだ。塩ラーメン、味噌ラーメン、担々麺はやめます。売れてる理由がわからないんです。だから売れてる理由がわからない人が2店舗目やったらどうなるかって言ったら 100% 潰れる。塩、味噌、醤油でやった時にこれはめちゃくちゃ自信あるっていうのはどれなんですか？自分の中では、うん、醤油この前、うん、やっと作って、うん、食べて美味しいなと思っちゃって、うん、山椒の醤油も取り替えたんで、うん、まああんまりないな、うん、っていうのもあったので今の推しとしては、まあ、醤油かなと思うんですけど、うん、初見で来られた方がこう広がりやすいというかいろいろ試せる味、うん、うん、山椒の酢とかも、うん、置いてあるものも試しやすいもので言ったら、うん、塩なのかなと思って。ミカサの方も塩がメインなんですか？はい、食べた感じの雰囲気と濃度計が示してる割合で言うと、やっぱ醤油がね僕も一番美味しかったな、分かりやすい味かなと思うんですよ。醤油を売りにした方がいいんじゃないかなと思ったのと、山椒はこれお客さん選べるようにできないですか？山椒入りなしみたいな。なしにするとすごい一般化された味というか、どれでいいんですよ。ヘナチョコストレートでストライクも取られへん、ピッチャーが変化球使っても意味ない、真っ当に勝負した方がいいと思う。うん、だ手張りっていう言葉あるでしょ、手張りの手っていうのがやっぱ大事で、まず先人から教えられた型通りやるっていうことね。うん。型破りっていう言葉あるでしょ、型破りっていう言葉は、型をやった人が初めて手張りのハートリーをやって型を破ることができるんですよ。ってことは、田中さんに関しては、まあラーメン屋でも働いたことない。まあそれは別に言い悪いとか置いといて、飲食の基礎、オペレーションも含めて、そこのノウハウがないんだなと思ったんですよ。だからやっぱり型通りやる。そこはやっぱ大事なんですよ。醤油には山椒入れないとかね。まず醤油の鶏白湯で勝負するとか、もやしは入れないとかね。みんなやってないことはやらないとかね。型通りしっかりやるっていうのは、今の田中さんのレベルではまだまだ大事。僕も創業して14年経ってるけど、未だに会社のテーマとして置いてるのは手張りの視野と。基礎を守ろうと。QAC 高めようと。熱々の温度で出そう。笑顔で接客しようねと。基礎の基本しかやってないんです。うん。まずそこを高めていくっていうことが大事。それは今まで知識がなかったから仕方ない。これからやっていったらいいと思う。うん。じゃあこれからやっていくときにどうしたいねって言うと、島屋のホロイサロン。まあそれはええねんけど、まあでもとりあえず僕の YouTube 徹底に見た方がいい。で、バイト行った方がいい。ガチで。うん。それは経験させてもらうために、自分の身分もしっかり明かして、基礎を学びたいんで、言ったらいいと思う。うん。それはもうお金払ってでもすることやと僕は思ってる。うん。今、田中さんがやるべきことは圧倒的な一番商品、もうこれだけは誰にも負けないっていう鶏白湯を作るべき。ほんなら醤油ラーメンを尖らせましょうね。油は入れたくないんですか？胸肉のチャーシューも含めて、うん、どちらかというとヘルシー路線で進んできたので、うんうん、油をそこから増やすっていう路線にいけないかなっていう。それが売れない理由です、申し訳ないけど。うん。やっぱりラーメンってジャンキーなものなんですよ。やっぱり油分が多い方が売れるっていうデータであるんで、感情じゃなくてね。うん。だから油は入れた方がいいと思う。うん。で、もっと言うと、ラーメンにヘルシーさなんか誰も求めてないから。今までこんにゃく麺のラーメンが流行ったことないでしょ。それをとある日自分が気づいたように、あ、ヘルシー麺誰もやってない。俺発明かもって言ってみんなやるんですよ。そっちに走ってしまったらもう閉店ガラガラです。だから僕は油もっと増やすべきやと思う。うん。で、さっきこしとったでしょ、あれもこさないでもいいぐらいにした方がいいかもしれない。極論やけどね。うん。ドロドロにするとか。うん。やっぱそっちの方がジャンキーやし、癖づけなんですよね。うん。じゃあうどんとラーメンの違いって何かっていうと、油分がないのがうどんです。油が入ってるのがラーメンなんですよ。油があると癖づけになるんですよ。うどんに天かす入れたらめちゃくちゃうまなるでしょ。
そういうことなんですよ。だからラーメンっていうのはそもそもやけど、だしじゃダメなんですよ。そこに油を入れないとダメなんですよ。リピーターが少ない理由もヘルシーすぎるからっていうのもあると思います。うん、だからそこをもっとジャンキーに油も入れてやった方がいいと思います。入れるとしたら、チーユになる。チョリパイダンに一番いいのはチーユでしょうね。チーユにニンニク入れるとか。うん、あっここに札幌のニンニク王子が。ニンニク作ってます。ぜひ彼のニンニク使ってください。お願いします。よろしくお願いします。使ってみて、高かったら、他の使ってください。僕の YouTube に出てる家系ラーメンの美濃屋さんのチーユの作り方、YouTube 載ってるんで、チーユの香味油っていうのを作ってるんで、あれやったらすごい面白いなと思うんで、それを 20cc 入れてブレンダーすれば乳化するんで、もっとこう、スープもコクが出たりとか、味わいが深くなるかなと思ったんで、そうそうそう。イカサだからこの今の味で売れたのかなっていうのは今の知識で感じました。そうマーケットの問題かなっていう。そう食べるとこがないからシャアなしで来てくれたっていうのがほとんどかもしれないですね。もしかしたらそこで勘違いするんですよ。ほとんどの人が売れてる理由がわからないんですよ、うん、だから売れてる理由がわからない人が2店舗目やったらどうなるかって言ったら 100% 潰れる、うん、売れてる理由が何なのかっていうのをちゃんと紐解いていけば自分の強みも見えるし、じゃあその強みを持ったまま2店舗目やったら絶対潰れないから。それがね、今気づいたじゃん。ただ単に来てくれただけやっていうね。有名になったと思ってることが勘違い。だからさっきも言ったけど、令和の虎って張ってること自体が自分のクオリティでの勝負を諦めてはないかも分かれへんけど、やっぱそこを勝負しきれてないんかなと思う。よし一回それでやってみて、究極の醤油の鶏白湯を作ってください。塩はやめる。いらない。簡単もいらない。いらない。何でか言うていいですか、担々麺の文字が違うこと気づいてますか。こっち土変な、こっち手変な、そんなもんや。あなたの担々麺の愛はっていうことじゃないけど、何でもあるよりも鶏白湯醤油にこだわったお店、まずそのお客さんが癖になるぐらいの醤油作ってください。とりあえず醤油に全集中、鶏白湯醤油だけで1日100人、これが来るようになってから限定で塩鶏白湯始めましたって言ってリピーターの人たちに食べてもらいましょう。現時点では塩ラーメン、味噌ラーメン、担々麺はやめます。味噌もダメです。ダメ、全集中。お客さんががっかりするメニューを置いてもしゃあないでしょ、うん、僕に負けない鶏白湯作ってください、うん、じゃないと勝てないですよ。醤油自体は本当に1週間前ぐらいに出来上がった醤油、うんうん、でもそれが一番美味しかったんですよ。その場で作ったやつで社員と2人で作ったら食べてみてどうって、なんだかんだ言ってこれが一番うまいかもしれないっていう話。なるほどね。塩分が高くて美味しいって感じた2人っていうのは正解なんですよ。だから塩分上げたら美味しくなるんですよ。でもまだまだ美味しくできるんで、あとチャーシューも白い鶏白湯スープに白い鶏チャーシュー乗ってるだけやったらインパクトがないので、そこは他のチャーシュー豚バラでもいいしなんか乗せてください。唐揚げの作り方とかもまだまだ料理っていうものを分かってない、まだまだ美味しくなる、それが付加価値なんですよ、うん、100円で仕入れたものをどんだけ美味しくするか。さっきのもやしも一緒ね。普通に仕入れたもやしをひっくり返してるだけやったら付加価値ないですよ。やっぱりそこをきれいに洗うと丁寧さが必要なんですよ、うん、僕らラーメン屋っていうのは美味しくないものをいかに美味しくしていくか。鶏ガラもそうでしょ。元々はラーメンで捨てられるものでできてるんですよ。それで出汁取ったんですよ。それで豚骨ラーメンとか醤油ラーメンができたんですよ。素材をいかに美味しくするかはオーナーさん次第なんで、はい、じゃないとこんなんフランチャイズなんか誰も加盟しないんですよ。まず繁盛店作ってからじゃないと無理やから、坪単価の売り上げで僕を抜いたらフランチャイズを本部を作ってください。僕を抜くまではダメ。うちの坪単価で一番高いところは島田製麺食堂というところで10坪で500万売ってます。坪50万円です。東京の人からしたらね普通かも分からへんけど、うち来てください。めちゃくちゃ立ち悪いから。独立したけどお金がない、経験がない、ノウハウもない、そんなお悩みを島園独立支援が解決します。内容は島園の直営店で1年間働いて経験とノウハウをまず学んでください。島園の直営店で通えない、そういった方は引っ越しの費用を僕が一部貸し出しをしています。1年間島園の下でしっかり学んで、うちの社員の8割から何々ちゃんやったら独立していいと思いますっていう OK がもらえて、そして僕から OK がもらえると独立支援援助金としてなんと島屋から300万円プレゼントします。その300万円を元手に自分が独立したい場所で独立することも可能です。
一度きりの人生、独立の夢を叶えましょう。気になる方は島屋の会社のホームページからお問い合わせください。それではいってらっしゃい。言いたいこといっぱいあったけど、ショック大きいやろし。いやなんか一番ワクワクしてるという一番スイッチが入るから。おお、なるほどね。僕らラーメン店主もそうやし、経営者ってみんな自分の上司っていないわけじゃないですか。自分が一番上やから、だからメンターとかそういう人が必要なんです。僕にもいろんなメンターがいるんで、社長って、まあ、裸の王様で言われることが少ないじゃないですか、そういった意味で言うと本当にオンラインサロンっていうコミュニティでやっぱりみんなが言い合える環境も作って、ダメなとこはダメって言ってあげるメンバーでありたいなと思うし、だ僕もそのコンサル来て本当に本音で全部言ってますからね。だって僕が中途半端に美味しいですねって言っても絶対ためならないからね。このね、野菜トッピングとか海苔トッピングとかもいらない。まずデフォルト、何も乗せてない状態が一番うまいんですよっていうのを作りましょう。他何かありますか。現状醤油ラーメンに関して、この醤油ラーメンが900円だったらどう思いますか。ここの店の雰囲気と醤油ラーメンの味とボリューム感と見た目全部見た上では僕の感覚としては高い。麺の 150g っていうところはボリュームはあるけど、ただ麺ももっと合う麺があると思うんで、このサラサラのスープにあの麺はちょっと難しいかなとは思いました。スープが乗ってこないというか、そこは麺屋さんに聞いて、うちのこの鶏白湯に合う麺どれですかって聞いてあげた方が、向こうもプロなんで多分提示してくれるのもね、それでやった方がいいかなと思いました。美味しいもの食べたくてみんな来てるから、まずその商品自体に美味しさがなかったり楽しみがなかったらやっぱりリピートしないんで、900円以上のラーメンを作るためにどうしたらいいかっていうと、濃度を上げる、油分を上げる、彩りを増やす、まあ、いろんなやり方があるんでそれやった方がいいかなと思います。看板についてお聞きしたくて、まあ、ここと、あとこっちの面で氷沿いに見えるように、こうなってますよね。このデザインとかについては、デザインまあええんちゃいます。鶏玉の玉は何なんですか。玉ねぎの玉ねぎ入ってました。スープに、あ、スープ に、それ具材にした方が良くないですか。チャーシューの横に玉ねぎ乗せるとかでもいいから、フライドオニオンにしてもいいからの方が鶏玉ラーメンっぽいよね。店内のことほんなら言いましょうか、予算がないから仕方ないと思うんですけど、やっぱり安っぽいんで、その辺はなんか工夫次第でもっとよくできるかなと思ってます。水をセルフにしてる理由は何なんですか。単純にアルバイトが現段階の売り上げとかを考えるとちょっと厳しいかな、なるほど。そのお店のスタイルにもよるとは思うんですけど、水ぐらい入れれるやろって僕は思っちゃうタイプなのと、あとあんまりここごちゃごちゃすると見た目も良くないんで、僕は基本的に置かない派なんで、あとはもうこういうちょっとよくわからないのは初見祝いこれもよくわからないんで飾らないでもらっていいですか。みんな言うんですよ、もらいもんやから捨てられへんでね。でもそれは繁盛させるために僕は飾らない方がいいかなと思うんで、家で飾ってください。それがいいです。わかりました、オープン祝いとかね、皆さんずっと飾ってるじゃないですか、もうあれ絶対ダメ、うちはもうオープン祝いは1週間後には全部どけてくれって言うんで、加盟店さんにはね、でこっちの壁がねどうしてもちょっと殺風景なので賑やかさがないんですよね。このお店のコンセプトとしてスタイリッシュにしたいんやったらこれでいいかもわからへんけど、スタイリッシュっていうほど空間が綺麗じゃないから、それとは逆にもっと賑やかな居酒屋風にした方がよりいいと思います。ガヤガヤ系って僕らよく言うんですけど、磯丸水産みたいな感じにした方が安くで済みます。ただスタイリッシュに踏んのやったらテーブルも椅子も全部変えた方がいい。ただ予算ないんやったら手書きとか賑やかさだしね、やった方がいいです。僕も1店舗目のお店は麺屋もみじっていうお店があるんですけど、そこに関しては本当に予算もなかったんで自分で筆文字真似して自分で書けるようになりました。豚骨ラーメンとかつけ麺とか書いて、でそれ壁ベタベタ貼ってやったことで賑やかさ出て、ここももっとポップが貼った方がいい。で店内もやっぱり整理整頓もっとできると思うんでやった方がいいかな、そういったことも含めてしっかり学んでって。アルバイトする？アルバイトに関してはちょっと会社的に厳しいです。法人化もしようと思ってます、三笠店もリニューアルオープン3月から始まるし、そっちも人も雇うし、って考えるとちょっとしばらく
自分なりの、うん、まあ研究はしつつ、うん、自分の中で、うん、ある程度努力して、それでも学ばないといけないなっていうのがあると思うので、ある程度持ち直した上でさらに上を目指すためにアルバイトとで、ダメ順番が違う。リニューアルとかもそんどうでもいい。マジで一旦閉店した方がいいレベルやと思う。申し訳ないけど、じゃないと今日以降来るお客さんが一番美味しい状態じゃないラーメンを食べさすわけでしょ。ってことはこの市場にいるお客さんの不満足度を売るだけでしょ。それやんねやったら僕やったら一旦閉めてちょっと時間くれって言ってやった方がお客様満足度は高まります。僕はそこは投資やと思う。自分が一旦店閉める、ある程度ベースはできてるから多分2日3日あったら多分できると思う。いいのがで、その2日3日閉めてる間にもちろん商品開発もしながらアルバイトで働きに行ってオペレーション勉強させてもらう。これも絶対今後の自分のお店に生きてくるから任します。いや、お金ない。わかるよ。そのお金を取りに行くから未来のお金が失うんです。そうですね、うん、はい、社員とも相談します。うん、相談しなくていい、自分が決めな。それが社長の役割や、はい、うん、ごめん、ちょっと2日ぐらいちょっと締めさせてくれと。売り上げも欲しいけど、ただ未来のお客さん失うの嫌やから2日間締めて一緒に作るの手伝ってくれって言ったら、ほんまに田中さんのことをリスペクトしている社員やったら全員手助けしてくれます。僕も実際そのとある事件があった時に大変やったんですよ。でもみんな残ってくれました。みんな残って残業してくれて、みんな対応してくれた、うん、でそこでやっぱりチームとしてもいいチームやなと思ったし、スタッフにちゃんと還元したいなと思ったし、恩返ししようと思えたし、そう、当時大変やった時支えてくれたメンバーは僕のことをシンプルに好きやから、だから僕のやりたいことも叶えてくれるし、僕が言ったこと全部やってくれるのね。それぐらいのチームになります。そうなるためにもまず社長が決断して言っていかないとついてこない。どう思うどう思うって聞くのもいいかもしれないけど、基本的に社長っていうのはスタッフが左行きたいって言っても、いや右行くぞっていうのが社長の役割、はい、じゃあどうする？アルバイトしに行きます。で、お店を閉めます。 OK、もうちょっと無理やり感あるけど、でもそれが本当に僕は田中さんのためやと思ってるんで、とりあえずあの2日間閉めて必死に考えて、ゴールは島屋の鶏白湯より美味しいものを作る。 OK ですか、はい、僕からしたら脅威ですよ。でも僕はシンプルに頑張ってほしいなと思うんで、とりあえず僕のラーメンを抜いてみなはれ。頑張ります。 OK です。2人はね、食べてまた感想ください。はい、ガチで言うたってくださいよ、その代わり。中途半端なこと言うたからね、本人のためにも。ということで、厳しく言いましたけど、どうなったか、また見てもらえたらいいかなと思います。ということで、頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。島への動画に出てから、帰ったところを教えてほしいなと思うんですけど、今日が今、2月の6日、はい、現状変えたところを教えてください。はい、スープの濃度、うん、味の濃さ、うん、油の量、うん、あとは、まあ、豚チャーシューということで、まあ、とにかく、全部変えたっていう感じです。おお、いいですね。香味油はどういう感じで作ってるんですか？はい、ネギ、ニンニク、鶏皮で取って作ってます。なるほど。ということは家系ラーメン三浦屋さんの参考にしながらやったということで良かったですかね？はい、いいですね。まあ、それしたことによって濃度も上がって旨味も上がってるっていうところですね。はい、そうです。素晴らしいです。で、豚チャーシューも入れてると。そうですね、2月の8日からスタートっていうことで。なるほどです、わかりました。あと返しもいじったんですか？返しについても、塩分についても、旨味成分についても、増やして、で内容を全部変えて、分量も変えてっていう感じでやりました。でメニュー表も変えたんですよね。メニュー表についても変えて、まあ醤油がメインで、もうおすすめっていう表記とフォントに関しても全部合わせてます。なるほど。でお客さんの会員率がどれぐらいですか、変えてから？変えてから、8割、8割の人がスープを飲み干してると、はい。なるほど、最高じゃないですか。ありがとうございます。
まあコツコツね、変えていってもらうしかないかなと思うので、はい、成功への近道は地道しかありません。地道にクオリティを上げて、地道にサービスを良くして、地道にお店をきれいにして、地道に繁盛店になっていってください。それ以外なんか、はい、ありがとうございます。それ以外なんか今聞きたいことありますか？ああ、そうですね。三笠、札幌なんですけど、まあ、近隣の方に広告の仕方を聞いてて、うん、まあ、チラシをやってるっていうことだったので、それをしようかなとは思ってたんですけど、まあ、何か、それ以外でやらないといけないことっていうのがあれば、教えていただきたいなと思ってました。はい、その、チラシに関しては僕は基本的にやらない方がいいと思います。その理由としては、費用が高い。折り込みするのにもね、またお金がかかるっていうところと、でそのチラシを見ている層っていうのがだいたい40から、60、70代っていうところなので、僕たちのメインターゲットからずれている。じゃあ僕たちラーメン屋のメインターゲットはっていうと、やっぱり18歳からだいたい30代ぐらいの方をメインターゲットにしたい。じゃあその18歳から30代の人たちの目の視聴率を取ろうと思ったら、携帯画面にいかに出てくるかっていうことが重要なので、やっぱり SNS っていうところが僕は重要かなと思います。なので、まあ、インフルエンサー入れたり、まあ、そういったことをやっていく方法がより効果はあるかなと思います。まあ、ただこれはエリアにもよります。まあ、逆にチラシがまだまだ強い地方っていうのもあるので、まあ、そこは見極めながらやっていった方がいいかなと思うけど、まあ、僕やったらチラシやる前にシンプルに、SNS をやります。わかりました。はい、あともう1点なんですけど、もう1個、はい、どうぞ。あの三笠店と札幌店で、うん、まあ、三笠の方にも試食、今の味を試食していただいた結果、うん、まあ、前のも好きだったなっていう声もあって、うん、まあ、濃度を、うん、あの三笠と札幌で変えようかなっていうのを悩んでいました。うん、なるほどです。はい、変えなくていいです。はい、その理由としては札幌は濃度上げて売り上げ上がりました。三笠は濃度上げなくても今のままで売り上げ上がりましたってなった場合、どこに要因があったかって分からないです。分かりにくいなと。じゃあ僕やったら札幌で今受けてる味をそのまま三笠でやって、でこれで両方とも売り上げ上がれば濃度上げたからやなっていうことが明確になるので、僕やったらそうするかなと思います。で地域柄っていうのも皆さんよく言うんですけど、じいちゃんばあちゃんが多いとかね、だからそれはあくまで自分の感情も入ってるから、どうしてもそういう目線で見てしまう。だからベンツが欲しいなと思ったらベンツばっかり目に入るみたいな、そういう感覚なのかなと思うので、そういう場合は、感情じゃなくしっかり数値化するために、しっかりお客さんが来てる年齢層をデータ取るっていうのは大事かなと思います。はい、例えば20代男性サラリーマン風1、20代男性肉体労働者風1、30代女性一人客1とかね、そうやって細かく分けてって感情じゃなくデータで見たら、本当に自分のお店に来てるお客さんがどの層かっていうのが見えます。でこのデータを取った上で、田中さんのおっしゃるようにじいちゃんばあちゃんも多いんですってなるんやったら、じいちゃんばあちゃんでも食えるような別の濃度の薄いやつを作ってもいいかもしれないですね。はい、まあ一旦は僕やったら今札幌で受けてる新しくした味で僕やったら勝負します。うん、わかりました。はい、ありがとうございます。ということでまた抜き打ちでいきたいと思いますので常に緊張感持ってやっといてください。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございました。頑張ってください。ありがとう、失礼します。失礼します。 Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below and subscribe. Do you make Shimaya happy? If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. All right, see you in the next one. Bye bye.